はい、皆さん、はじめましたこと、はじめまして、まえと申しましたけど、じゃあ、今回は前回の続きをやっていきたいと思います。まあ、ここまで 折れましたら 次はね、こちらを、こう、半分に、ますね。三角形を作る感じで、三角形ですね。まあ、これで二等辺三角形を作ります。で、これも今回は両側を作ります。まあもう気づいてる方もいるとは思いますけどね、今回も邪魔が多いですよ。いや、めんどくさい邪魔が多いですよ。これ三角形の方がかなりめんどくさいんで、邪魔は。細かすぎてややこいかもしれない。ということで、こんな感じになりましたら、まずこれを真ん中まで折りますね。で、次はこれを、こっちの向こうの折り目にポイント。先ほどこの折り目に。こう重なるようで、こっちも折り目と同様でこっち折って、で、できましたらこうなります。で、最後はここの部分をこうぷよぷよいとこうちょいちょいとやってみますね。で、次はここの真ん中をこうだから、ここら辺につけてちょっとこう折ってと、よいしょと。で、次はここをこう折ってと、よいしょ。で、次はこことこう、こう折りますね。で、次はこっちもこうね、だからちょうど半分の真ん中に来るようにね、全部折ってください。で、こう折れましたら、よいしょ。三角形なのでちょっと丸まってくる、見えにくい、押さえながらやってみて、知ってきましたら、次はこれをね、裏向けます。裏に向けて、この真ん中があるじゃないですか、この真ん中に合わせてね、まあ、なんとこの部分をちょっとこう上げてきまして、まあ、さっきとやり方一緒なんですけど、真ん中にこう真ん中ぴったりつけまして、これをこれをね、こうしてもらいます。そう、自分の友達にね、はい、小学4年生かな、今年で4年生のね、僕の友人のね、弟くんがね、僕のぐるぐるのね、このフラッシャーデラックスを見てね、ちょっと作りたいと言って、教えてと言ってたので、ちょっと動画でね、紹介してみたいと思います。まあ、もし動画で分からないという場合は、実際教えに行きますけど、はい。見ましたね。見てくれるといいな。まあ、自分が教えるので、そのお兄ちゃんの方に教えて、見してみっていうので、いいんですけどね。はい、こんな感じ。よし、よっしゃーっと折れたらこんな感じにねなります。で、この逆側もやりますね。こうドローが開けます。今ので何分だ、だいたい4分だ。あ、いけるね。次はまあダッシュでやってみたいと思います。
よし。マジか、大丈夫大丈夫ということで、できたね。ということで、まあ次回は、まあ折り目というね、なんかちょっと、ペンでね、ちょっと目印をつけて、実際にやっていきたいと思いますので。じゃあ次回、いいかな。次回やりましょう。はい。さよなら。いいかな。はい、さよなら。